カボレーズセンター、なんというテクニック。そしてキングスター、グライフォート君、シンガーバットが遊びはここまでだ。凄まじいテクニックで中途試合開始です。ホームチーム、これは戦い方を変えてきたようです。ジャロケ、ボールを狙うが届かない。沢田君、タックルを決めた。ナポレオン君、センターラインを越えて攻め込む。ボールを狙うも届かない。ドリブルで突破。オーバーヘッドで行く。ナイスプレーだ。バン君、素早く横にパス。ブンナック君、ここは抜かせません。ホームチーム、ここは戻りながらのディフェンス。ジャロ君、ここからチャンスを作れるか。カルク君、ここはパスを出す。ドリブルと見せかけてパス。これは容赦のないデッペリだ。スライディングでカット。ここはパスに切り替えた。もらった。ここはパスを出した。シャーレスが決まった。カルク君、低い姿勢で吹き飛ばした。青井君、センターラインを越えて攻め込む。軽やかになった。いかんとない。見合いと損するぜ。なんというテクニック。そしてキングスターカップ、このシュートにいった。エスパダス君、これをファインセーブ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。ブンナーク君、ここはパスを出した。美しいターンでいなした。ナイスプレー。さあさあ、開幕の仕方よ。テクニック、そして落ちてくるボールをそのままキリングサーカス。エスパダス君、このシュートに反応している。エスパダス君、これをファインセーブ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。パスを回す。青井君、ここはパスに切り替えた。スライディングで止めた。飛び越えた。よっしゃ、ここはパスを出した。ジャロー、センターラインを越えて攻め込む。それ。キノ君、パスを回す。おっと、攻守交代だ。チャージが決まった。それ。ボールを狙うも届かない。このタッチは不発に終わります。このスライディングが決まった。沢田君、横にかわして突破。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。これで必殺のオーロラフェイントだ。レミン君、センターラインを越えて攻め込むものか。ナイスプレーだ。これが僕のとっておきだ。ここで仕留めに来た。これだ。しかも容赦ない一撃でゴールを奪うのか。あれ、エスパダス君、横に飛んだ。懸命に勝ち出した。ジトー君、これだな。大きい。まさに走るダンプカーだ。長いパスが通った。チャンスが決まった。軽やかになった。そら、誰やった。上から抜いた。これを見せる時が来た。高く上げたボールを全力で抜き出した。ここは遠目に過労して反応。狙いノンストップ青信号。青い信号は止まらない。よしよしです。このまま勝ち切りましょう。パスを受けた。はっ、これはパスを出した。クライフォート君、激しいタックル。見事に切り返して抜いた。さあみんな行くよ。可憐なサッカー。征服するのか。体ごとぶつかっていった。そら、ここで奪った。ジャロ、パスを回す。チャンスを出します。このスライディングが決まった。そこにタックルだ。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。やったぞ。ナイスプレーだ。そらったぞ。上から抜いた。ここはパスに切り替えた。あと、どうだ。2位だ。ナポレオン、岸田君、ここで奪った。ここはパスに切り替えた。クライフォート君、見事な切り返しで抜いた。これは必
殺技を残した。あとこのパスが通ります。スライディングで通れた。ダイレクトでパス。ブンナーク君激しいタックル。ブンナーク君ナポレオンさんパスを回す。いけ余裕。ここで激突。両者譲らずボールは真上で空中での激突だ。これを正面から抑えに行く。ガッチキャッチ見事なセービング。スライディングで止めた。これは容赦のない突破だ。ここから一瞬攻め込みたいところ。鋭いスライディング。クライフォート君ボールダッシュ成功。横にかわして突破。クライフォート君センタリングを上げた。止めた。パントキックどこまで運べるか。ブンナーク君ここで奪った。ここはパスを出した。時計はすでに30分を示しています。前半も残ったのはあとわずか。そうはいくか。このスライディングが決まった。パスを出します。出た。七色のフェイント。ボールを狙うも届かない。必殺を見てみてる。ナイスプレー。これが僕のとっておきだ。その力を見せつけるか。それだ。これは目の覚めるような一撃だ。これは反応しているぞ。まさに俊敏ミラクルキーパーだ。パントキックで大きく蹴り出した。葵くんここで奪った。ホームチーム前半を終えて後半戦キックオフ。パスを回す。ほらスライディングで勝つ。一気に攻め立てるぞ。チーム一丸となった超攻撃サッカーの炸裂か。ハッケーターごとぶつかっていった。ブンナーク君パスを出します。それほらそれ潰してやる。はっここはパスを出した。カルツ君パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。これだ。七色のフェイント。ここから長い距離のクライフォート。いけクライフォート君ティンガーパッド。足の裏で蹴り込んだ。シュートの勢いも体で止めました。何それクライフォート君まずい。これは遊びはここまでだ。すさまじい戦略のシュートだ。ここでボールに飛びつく。エスパダス君ボールはまだ生きている。ハードンがボールを相手に蹴り込んだ。タキシ行け。体ごとぶつかっていった。行けブンナーク君ボールも狙うも届かない。出た七色のフェイント。レビン君クロスを上げた。ヒノ君センタリングに合わせる。これはキャッチできない。ここだ大きくクリア。スルタラとぶつかっていった。ほらそれクライフォートに両手が切り返して抜いた。ナポレオンさんハッチャが決まった。パスを回す。ダイレクトでパス。ここは抜かせません。飛び越えた。ドリブルと見せかけてパス。岸田君ボールを奪うことができません。チャージが決まった。ここで止めた。やったぜ。チャージが決まった。そら原田君パスを回す。レオ君ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。クライフォート君ここからチャンスを作れるか。かわして振り切った。そらスライディングで止めた。華麗なルーレットで翻弄。ここはパスを出した。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。鋭いスライディング。見事な切り返しで抜いた。切り返しでかわす。ナイスプレー。スライディングで止めた。それドリブルと見せかけてパス。チャンスが決まった。ほらよそれタックルを決めた。まさに走るダンプカーだ。それいけこれがレイン君
ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。このスライディングが決まった。まるで踊るようにかわした。そいつだ。カポレオン君、パスを回す。やれ。そいつだ。スライディングでカット。それ、それ、これは容赦のない突破だ。起き上がれ。ジャンププレーだ。これは容赦のない突破だ。このバックは不発に終わります。まずい。この俺が決めてやる。ドラゴンショット。クラッシュ。ここで、このショットを正面から受け止める。ロングシュート。悔しかったら止めてみろよ。点差でもつけてやろうぜ。右へ回します。カルバン君、パスを回す。横をすり抜けた。カルバン君、激しいタックル。スライディングでカット。ジャルさん、ここはパスを出した。そう、行くスライディングでカット。ドリブルと見せかけてパス。青井君、ここはパスに切り替えた。日野君、クライフォート君、センターレーンを越えて連れ込む。見事な切り返しで抜いた。左へパス。ケビン君、ボールダッシュ成功。ドリブルでボールを運ぶ。よし、攻めた。この辺のフェイント、ここで力を出し切るぞ。チーム一丸となった超攻撃サッカーの見切れてる。ナイスプレー。見切れるものなら見切ってみろ。そこだ。ここで横に飛んだ。エスパドス君、これをファインセーブ。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス。よし、上から抜いた。これはヘッドリフト。まずい。さあさあ、開幕の時間だよ。テクニック。そして落ちてくるボールをそのまま切り抜いた。任せっ。エスパドス君、横に飛んだ。これはキャッチできない。これはゴールラインを割ります。ホームチーム、これを得点に結びつけられるか。あとショートコーナー。ガルバス君か。スライディングでカット。ここはパスに切り替えた。ボールを奪うことができません。一気に行くよ。その可憐なサッカーでフィールドを征服するのか。これは容赦のない突破だ。なんと、なんと、ま、ジャンピング2だ。本気で行くぜ。ハイドラゴン、ショットだ。ここでボールと真っ向勝負。キーパーごと突き刺さった。思い知ったか。これが俺の諦めるには早いぞ。それ左へパス。見たか。相手に蹴り込んだ。それ、このパスは通らない。キノ君、ボールを狙うと届かない。激しいタックル。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みます。